玉川原駅は、かつて、東京都北玉郡昭和村福島にあった、鉄道省中央本線貨物支線の駅である。路線図、1935年立川駅、日野駅間にあった玉川信号場から分岐する貨物支線の終点駅である。この貨物支線は、玉川から産出する砂利や砂の輸送用に、建設されたものであるが、その経歴には、複雑なものがある。 元は、1905年に、地元ご内村の呉林と五郎が、玉川橋梁福島村間に、砂利鉄道を建設したもので、翌1906年に、甲武鉄道が、買収、さらに同年10月に国有化されたものである。その後、1916年3月3日に正式に、砂利の運送を開始したことになっているが、1930年4月1日付で、廃止され、 同日付で、立川駅当駅間が、新線扱いで開業し、貸切小機貨物の取扱いを開始した。この時点での営業キロは、立川起点 3.7km で、立川駅玉川信号上間 1.7km は、本線と重複していた。当駅では、1924年8月15日に、開業した、廃島村までの玉川砂利木材鉄道の、 専用線が接続しており、1945年10月5日の廃止まで存続した。同線の廃止に伴って、当駅を含む玉川支線は、1946年6月1日付で休止となった。1918年に、呉林七五郎らが、専用鉄道施設免許を得ていたが、1921年に、安藤組社長の安藤徳之助により、 会社が設立されている。人事更新録。七班、三村明、多摩川ジャル木材鉄道、多摩の歩みナンバー70、地方鉄道及び軌道一覧、府、専用鉄道。昭和10年4月1日現在、ありがとうございます。